はい、ただいま料理勉強中。皆さんこんにちは、富澤商店の初子です。初心者による初心者のための料理動画、初子チャンネル。本日の企画はこちら、富津レシピ選手権入選への道その2。はい、ちょっといつもよりトーンが低いんですけども、今年で富澤商店は101周年ということで、ただいま富津のサイトでは富津レシピ選手権というものを行っております。初子もですね、しっかりとエントリーしてがっつり入選を狙っていきたいということで、前回はですね、富津アンバサダーのゆめさんにご協力いただき、この可愛らしいふすまココアマフィンを作っていったんですけれども、今回はエントリー方法が写真を撮ってそれを SNS にアップという形になっています。ということで今回はですね、映えな写真を撮るためにですね、強力な助っ人にご協力いただくことにいたしました。料理研究家の藤井先生でございます。藤井先生はですね、普段、富津のサイトでパンのレシピを中心にレシピを提供していただいている料理研究家の先生なんですけれども、お写真も非常にお得意ということでですね、このふすまココアマフィンをどういう風にしたら綺麗に収めることができるのか、今回アドバイスをね聞いてまいりました。初子さん、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。料理研究家の藤井玲子です。初子さん、マフィンとっても可愛らしくできましたね。可愛く焼けたマフィンなので、今日は、綺麗に美味しそうに写真に収めてみませんか。私から、3つのポイントを、お伝えしますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。1つ目のポイントです。自然光で撮影をしてみましょう。スマートフォンやカメラで、作ったお菓子やパンを撮影するときに、見たままの色を、そのまま写すのには自然光が最適です。室内の電気で撮影をしてしまうと、部屋のですね、電気の色に、お菓子やパンの色が左右されてしまいます。私たちが日常的に一番使いやすいのが自然光です。日中の明るい時間帯に、室内の電気をすべて消して自然光だけで撮影をしてみてください。そうすると、普段よりも、綺麗に色が写って、より美味しそうに、写真の中に収めることができます。なるほど。やっぱり照明とかで明るくした方がいいのかなと思いがちなんですけど、なるほど。じゃあちょっとこれをベランダ寄りにして明るく撮った方がいいですかね。続いてポイントその2です。主役が一番可愛く見えるポイントを探しましょう。例えば食パンだったら、高さが出たところを見せたいのか、それともふわふわの断面を見せたいのか、見せたいポイントによって、写す角度などを変えていきます。今回は、くまさんのデコレーションがとても可愛らしくできているので、俯瞰といって真上に近いような角度から撮影をしていただくとデコレーションがしっかりと伝わると思います。なるほど。確かにこうクマちゃんの表情を見せるにはやっぱり真上からこうしっかりはっきり撮った方が綺麗に見えるっていうのは間違いないですよね。3つ目のポイントです。脇役をさりげなく置いてみましょう。例えば、マフィンを焼いたらお茶と一緒に、楽しみますよね。そしたら、白いティーカップなんかに紅茶を注いで、その紅茶をさりげなく、見切れる程度に入れてあげたりすると、あ、マフィンをお茶と一緒に楽しんだんだなという様子を1枚の写真で伝えることができます。それ以外にも、トッピングで使ったドライフルーツや、ナッツなんかを、グラスなんかに入れたり、小さな、カップなんかに入れて、この材料をトッピングに使いましたというのを、少し見せてあげても、いいですね。そうすると、華やかな、お写真になると思います。脇役は全部入れるのではなくて、少し見切れさせてあげるというのがポイントです。なるほど。見切れ、
このね、熊のマフィンを取ろうと思ったらこれだけを取ろうとしちゃうんですけど、お茶と一緒に楽しむからこうお茶を近くに置いておくとか、あとはこう使ったトッピングを置いておくとか、その発想全くなかったので、すごい今目から鱗が落ちました。というわけで紅茶を入れてきました。あとですね、なんかトッピング使ったやつあったかなと思ったんですけど、くまちゃんのほっぺにこのハートシュガーを使ったので、このハートシュガーもトッピングできたらなと思っております。おう、というわけで今回は富津レシピ選手権入選への道第2回目ということで、写真の撮り方、料理がねとっても映える撮り方というのを学んでまいりました。3つのポイントを押さえただけなんですけど、すごい成長したなっていう気がします。はい、このテクニックはですね、もちろん富津レシピ選手権だけじゃなくて、美味しいお料理を作った時とか、美味しいご飯食べに行った時とかも使えるので、ぜひ皆さんもですね、このテクニック、この3つのポイントを押さえながらですね、写真映えする料理をいろいろね楽しんでいただければと思っております。というわけで、初子と料理をやってみよう。チャンネル登録よろしくお願いします。 Come on.